ぬいぐるみ旅春のドライブ。今回は箱根中伊豆を抜けて西伊豆の土肥温泉恋人岬でウェディングイベントに参加します。この番組は伊豆地方のドライブスポットをご紹介します。伊豆といえば伊豆高原や下田をイメージされる方が多いと思いますが、箱根を越えて中伊豆を通って西伊豆の土肥温泉を目指します。途中伊豆市上船原のセブンイレブンで休憩しました。みんな朝早かったのでお腹がペコペコです。駐車場にベンチとテーブルがあったので、そこで朝ごはんを食べます。うさぎさんの大好きなキャベツのサンドイッチです。今回の目的地は静岡県伊豆市小下田にある恋人岬テラスハウスで、バレンタインのウェディングイベントがあるというのでやってきました。こちらのテラスハウスでは毎年バレンタインとホワイトデーとクリスマスに無料でウェディングドレスの貸し出しと記念写真を撮っていただけるイベントを開催しています。場所は伊豆土肥温泉から南に8キロほど走った国道136号線沿いにあります。テラスハウスに到着しました。その後には地元の食材を使った熱々の豚汁をいただきました。お野菜がたっぷり入っていて、とっても良い香りがしてきました。撮影もしてもらえて、豚汁までご馳走になって、心も体もほっかほかになりました。テラスハウスのスタッフの方も皆さんとっても温かくて癒されます。
3月14日のホワイトデーもイベントが開催されるそうですので、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。今回は伊豆市腰もだにある恋人岬テラスハウスよりイベントの様子をお伝えしました。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。この動画が良かった方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。